皆さん、こんにちは。KEK 祖格犬の伊藤です。今回も2023年2月18日に行われる小林マスカワ理論50周年記念講演会に向けた中高生の皆さんにも理解してもらえるような優しい解説を行いたいと思います。今回の3本目の動画は小林マスカワ理論が正しかったことを証明したベル実験とババア実験とはどういうものだったかを、えー、優しく解説したいと思います。 ちなみにこの左側に見えているこの図が KK のベル検出器ですではベルとババアの話に行く前に簡単に前回の復習をしたいと思いますまず CB 対称性は粒子と反粒子の振る舞いが同じことでしたねつまりこれは言い換えれば 粒子と反粒子の、えー、振る舞いが異なっていれば、それは CP 対称性が破れていることになります。そして、小林マスカー理論によると、第三世代のクオーク、まあ、つまり B クオークですね、を含む粒子の CP 対称性の破れが大きいと予想しています。 そこで、ビークォークを含む、ビー中間子というものを大量に作って、CP 対称性の破れの観測を目指した、ベル実験とババー実験が行われました。はい。えー、では、ここから、ベル実験とババー実験の仕組みについて説明したいと思います。ここでは、ベル実験を例に話しますが、両者とも基本的な原理は同じです。 まず、この図のように、電子と陽電子を高速に近い速度まで加速させてぶつけます。そうすると、1本目の動画で話した追消滅が起こるのですが、その時に莫大なエネルギーが生まれます。そして、追消滅ではなく、対生成が起こり、粒子である B 中間子と その半粒子の半 B 中間子のペアが作られます。ここで、電子と陽電子を異なるエネルギーでぶつけてあげることで、この B 中間子のペアを決まった方向に飛ばしてやることができます。この図だと、電子の方がエネルギーが高いので、こっち側の方向に B 中間子のペアが飛んでいくというのはイメージが つきやすいかと思いますそして B 中間子はすぐに崩壊して別の粒子に変化するのでこの時 B 中間子と反 B 中間子の崩壊する時間に差があればそれは粒子と反粒子の振る舞いが異なっていると言えますしかしながら B 中間子は大体1ピコセカンドで崩壊しますので、このような短い時間を測るのはなかなか難しいのです。ですが、B 中間子は飛びながら崩壊しますので、崩壊するまでに飛ぶ距離というのは大体0.2ミ、mm、リメートルくらいになりますま。このくらいの距離なら、 まあ、測れなくはない距離ですので、この図のように、まあ、走る距離が異なる。つまり、粒子の寿命が異なっているかどうかを測ってやることができます。そして、ベル実験は、経緯計にて、1999年から行われました。また、同時期に、ババア実験も行われました。 そして2001年についに B 中間子の CP 対称性の破れを観測しました。この図はベル実験にて得られたデータで、この青の丸が B 中間子。そして赤の丸が半 B 中間子です。そして縦軸が、まあ、イベント数、個数ですね。そして横軸。まあ、これは少し難しいんですが、まあ要は 崩壊した時間だと思ってくださいもし CP 対称性が破れていなければこの分布は完全に一致しますですが実験結果は確かにずれていますまたババー実験も同様の結果を得ましたこの結果より小林マスカー理論は正しいことが証明されました そして2008年には小林先生とマスカー先生はノーベル物理学賞を受賞されました。では、これで全て解決されたのでしょうか物質が半物質よりも多いことは完全に理解できたのでしょうか確かに小林マスカー理論の通り、えー、クオークでは CP 対称性が破れています。 しかしながら、これだけだと物質が半物質よりも多く残ったことを説明するには数が足りません。そこで近年注目されているのがニュートリノです。まあ、ニュートリノという言葉は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。2015年に、えー、梶田先生がニュートリノ振度の発見、 という功績でノーベル物理学賞を受賞されたのでニュートリノという言葉を聞いたことがある方も多いと思いますこのニュートリノなんですが、まあ、実はニュートリノも CP 対称性が破れているのではないかという考えがありますですので現在 T2K 実験というこれもまた日本の実験グループなんですが この T2K 実験がニュートリノの CP 対称性について研究をしています。そして最新の実験結果ではニュートリノも CP 対称性が破れているというような兆候が見えています。まだ確実に破れているとは言えない状況なのですがそのような兆候が見えているので今後の研究に大きな期待ができます。このように ベル実験やそれを大幅に改良したベル2実験、そして T2K 実験など様々な実験が日本で行われています。つまり、このように日本の実験グループが素粒子物理学の研究をリードしています。これは本当に、えー、素晴らしいことですね。今後も歴史的な大発見ができるように、 我々研究者も頑張っていきますので、皆さんもどうぞ応援をお願いします。この動画を見て、もしニュートリノですとか T2K 実験のことも知りたくなった、興味を持ったという方は、概要欄に別の解説動画のリンクを貼っておきましたので、よろしければそちらもぜひご覧ください。では、このあたりで動画は終わりにしたいと思います。 3本にわたってご覧いただきありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。それでは。